いや、今日はせっかくね、山本君、もっちゃんです糸島よかろうむのもっちゃん、あの映像初公開なんじゃない？そうですかね。だいたい写真だってこうモヤモヤのかけてた人が、今日はぼかしなしで初出演ですよ。インクスレーブルプロダクトスタッフ山本でございますあので、僕がツイッターなんかでこうみんなにインクスラボっていう言い方してるんだよね、はい、まあインクスで竿を作ったりルアー作ったりいろんなものを作る、まあ中の一つのこう研究所的な存在、はい、まあそこの中心をなすのがもっちゃんであり、はい、まあ伊藤久だったり、まあ もちろん俺もだけどユウスケだったり、まあインクスラボってこうみんなで寄ってたかってね、うん、でもっちゃんには特にあのよく仕事してもらったのが、まあ、とにかくうちで出した竿、はい、それからあのルアーのカロリングのベースをねやってもらって、はい、でそれに俺たちがイチャモンつけてたりイチャモンつけたりつけなかったりまあいろいろやってもらってます。お疲れさんです。いつもねあのいいものがみんな、まあ、もっただけじゃなくてみんなのね力で協力のもとで、そう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 、なかなかみんな贅沢言うしねそうですねね、みんなわがままで贅沢言うからこそいいもんができてるかなと、ね、でも納得してないよな、お互いに、ね、皆さん褒めてくださるんですけど全然全然まだ納得してない、納得してないもん出すなって、そうじゃ現状でできる限り最高のことをやってんだけど決して納得してないよという意味ね。もっといいよ、もっと良くなるよね。ですね、うん、もっと良くしなきゃならないし、もうゴールラインが見えないですもんね。ゴールラインなんかないよね、常に、ね、うん、だって俺メバル50年追っかけてきて全くゴール見えないもん年々変わるんだ、全く進化してんだもん。ものづくりも一緒です。あ、本当、ゴールはないですね。まあマテリアルも進化するし、文化や考え方も進化するから、それについていこうとするとですね、終わりはないですね。終わりはないよね。で、正しい正しくないじゃなくてその時代時代の流行りもあるしね。ありますね。だ流行りって流行にはこやっぱりこう釣りって遊びだし、はい、持ってて楽しい嬉しくないと話にならないから、そこ否定しちゃダメなんだよね。ですね、趣味嗜好なんで、ね、釣れない竿でも持って嬉しい竿ってのもあるわけだ ね、 ありますね。そっちが目的じゃなかったらね、いろいろなニーズがありますから。時々俺ひどい言い方するんだよね、自分で言っちゃ反省するんだけど、はい、俺は感度釣り行ってんじゃないから魚釣り行ってんだからと、でちょっと持論的な言い方するんだ、これでも正直だと思うんだよ。だからもう感度をそっから求める人がいるじゃん、はい、君もそうだよな、どっちかというと、まあ、どちらかというと感度を求めるよね。俺感度は分かりさえすれば何でもいいね、はいはい、だって俺魚釣りってんだもん。でも感度釣りに行ってる人もいるよねって。そうですね、まあそこがモチベーションになる人はですね、だよね、だからそこ否定しちゃいかんけど、俺はって言ってるんだよね、うん、まあそこも含めて技術者っていうのはやっぱり高性能なものを追っかけるよね、俺たち以上に。そうですね、俺あのいろんなアングラムいろんな人いるんだよ、はい、俺なんかは結果を出すためにどんな竿が欲しいかとなると、あの感度はねもうある種もう十分なとこ行ってんだよ、ストレンジとかエレクトロクラスで。でも今のアジングの世界ってそうじゃないじゃん、もっと奥深く追求していくよね。そうですね。で特に作る側のモッタンなんかはもうそこがやっぱりキリキリまでこう研ぎ澄ましたものとかいろんな方法でやっていこうとしてるのは、もう僕自身がね竿作り携わってもらって、モッタンがいろいろ、例えばここにある目の前にあるこれハミジャミ長くて持ちにくいんで、ビーテスラーですとビーテスラーにもいろんなその外、特に感度だけじゃなくてこういろんな思いでモッタンはじめ小賀君たちガイドセッティングしてくれてるんだけど、このそうだな、今日せっかくね来てくれてるんで、まあハミジャーミーも一緒だと思って聞いてて、あのまず最近よく質問でもあるんだけど、なんで一本足のこういう頼りない AT ガードなのか、はい、この辺からちょっとエンジニア的な説明をね、そうですね、俺じゃ説明できないんだうまいけど、うん、単純な強度で言えば、うん、軽ガイドのハイフットの方が強いんですよ。軽ガイドのハイフットの方ね、はい、うん、しならないんで、あんまりしならないよね、うんうん、でまあ一本足じゃないんで、うん、まあ強度も強いと、うん、なぜこれに使わなかったかっていうと、うん、まああえてしならせることで、うん、ショックアブソーバーとして役に立つ。ショックアブソーバー、
これ、ま、曲がるよね、これ、キュンキュンしないからね。ですね、うん。どこの食感はそうなんだ、どういう時の、これは合わせた時ですね。キュッと、思いっきり合わせた時に。合わせた時に、なるべくここがしなって、あの力の伝達を逆にロスさせることで、あのね、力を逃がしてあげる。技術屋さんって、すぐそうやって理論的に説明するんだよ。はい、ただね、俺らみたいにね、理論的に考えない人間は、はい、だから何がいいのってなる。ああ、そうですね。だから具体的にその、しなることで、ショックアブソーバーの役目を果たせたことによって、はい、何が起きるのか。はい、何が起きるのか、まあ、単純な話、ラインが切りにくくなるんですね。はいはいはい。PE ラインが切りにくくなります。合わせた瞬間に。結局、竿が粘っちゃう竿なんで、で最近のドラッグも粘るドラッグなんで、うん、合わせ切れって起きやすくなるんですよ、硬いと。ダイワネ、ATD。ですね、ATD。粘るわな。粘るんですよ。魚で引っ張っても粘るんだけど、あの、合わせた瞬間は、ジッて出ないんだよね。ですね。案外ね。ですよ。おう。そういう時に、硬いガイド使っちゃうと、うん、バットで切れる時もあるんですよ。バットで切れる、バットでラインが、ここら辺で切れるってこと、切れちゃうことがあるんですよ。というか、実際切れたんですよ。俺も何回かあるよ。直ガイドのところで、パタンって切れるのが。それを防ぐ、できるだけ防ぐためにこっちの2本はできるだけしならせようっていうので、うん、はあ、そういう意味のショックアブソーバーなんですよ。なるほど。で上はもうここの高さを合わせるためにこのハイフットのローガイドの方にしてますね。なるほど、ここからね、そうですね、ここから AT じゃないとね、ですね、うん、ラインの抜けを良くするため、抜けを良くするため、チョークの高さが一番ちょうど良かったガイドがこれだったんですよ。あ、これライン抜けを良くするための、そうですね、チョークガイドのチョークの高さが、この高さがちょうどいいからこのタイプにしたってこと、ね、そうですね、はい、それ以外にこのタイプのガイドにした目的は他にはないわけなんです。そうなんですよ、面白いね。いろいろ試したんですけど結局これが一番良かったんですね。あ、相性があったんですよ。いろんなガイドを入れてみて何がダメだったの？結局高さが一番合わなかったんで、合わないと何が起きるの？どうしても抜けの良さが、抜けが悪い、ほう、あと一番ここ絡みやすい場所でもあるんですよ。なぜ？チョークされる場所なんで、一番ラインの放出が止まりやすいところなんで、あのね、スピニングリールって糸がこう出ていくじゃない、これをまずバットガイドでカッと押さえ込むわけで、2番目のバットガイドでもある程度押さえる、これをこうチョークするっていう言い方するわけだから、知らない人がチョークって何のこっちゃって、ね、黒板に書く白いやつかって思っちゃうんでね、つまりこう放出された糸を早くトントントンと収束させて、そこから先は、ね、一直線にしてしまいたいわけです。そうするとパーンと飛んでいくわけよね、はい、で、そのためにこの高さが微妙に、はい、ですね、でこれここの距離もさ、はい、5ミリとか1センチ動かすと随分物事変わってる。だいぶ変わっちゃいますね。まずここのリールシートからこのバットガイドのこの距離とかは、はい、ハミージャーミーとビーテスでも違うし、で同じ7フィート超ぐらいの竿でも随分その竿のアクションで、はい、このバットのこのガイドの位置が変わる。変わります、変わります。なぜ？これはもうバットのパワーと使うリールに合わせてテストするんですけども、うん、あまりにもレングスが短いとどうしてもあんまり上にやれないんですけど、うん、できないね、レングスがこの深い7フィート4インチあるんで、うん、ある程度の高さが確保できたのと、うん、やっぱり太いライン、うん、ナイロンとかクロールでも放出、うん、キャストした時に、うん、バタつかない距離がこの距離だったんですよ。それはブランク一本一本で違うわけね。違うんですよ当然。これがもっと太くて硬い曲がらないブランクだったらどうなるのガイド打ちって。これはもう、まあ、約想像でいいんだけど、そうですね、近くなるのか遠くなるのか、まあ、基本的にはあんまり変わらないです、うん、あんまり変わらないですけど近くはしないですね。あ、なるほどね。近くはしないです、うんうん、その P だけであれば硬い竿で曲がらない竿は曲げ込むために逆に寄せることはありますけど、うん、まあ基本的にはなんて言うんでしょう、64センチとか70センチっていうのがこのリールシートからここまでの距離が基本形でありますね、うん、7フィート台で。俺は一応そのハミザミビーテスラーの時にこうこうこういう竿の設計してねとお願いしてるわけなんだけど、基本的にメバリングで使うことの多いリールが2500万、ね、2500万です。ダイワの2500万、アジングの場合は2000、もしくは C3000、
うん、俺使わないんですよ、はい、だから C3000 がどんなもんかも、あもう十何年使ってないから、はい、ステラなんかだからダイワーでイグジストで踏まえて設計をお願いしたんだけど、はい、実際は何番から何番まで使って、僕はシマノだったら C3000 までは使ってます。 C3000 でバランス取ってるで下はシマノだったら C3000、うん、ダイワーであれば2500、その下はその下も一応テストはしてます。ちゃんとどれぐらいまで1000番まで1000番までちゃんとテストしてます。おお、一応どのサイズを使ってもビーテスラーに関してはあの抜けがいいようには作ってます、ね、最近ねあの、うん、ユーザーさんから立て続けて同じことを言って褒められたの、はい、でそれは何かというとビーテスラーすっげーと、何がすげーって書いてるのかなと思ったら、フローレで投げようがピーで投げようがエステルで投げようがとにかくキャストが気持ちよくて飛距離がすごく出る、はい、これはガードセッティングした超本人としてはこれはどう？そうですね、一応ミノウイングスペシャルとして設計してるんで、うん、まずフロロで試してたんですよ、うん、フロロの3ポンドとか4ポンドで、うんうんうん、でその時使ってたのがエギング用のリールで、うん、セフィアの C3000 とか、うんうん、結局そのサイズが一番バスとかでもよく使うサイズなんで、そうね、有用が効くサイズだったんですよ、うんうん、ダイヤだったら2500番ですね、うん、そのサイズでフロロを使ってたりあのナイロン使って抜けがいい場所っていうのを探した結果がこれだったんですよ。なるほど、こっちはもう最初からもそのつもりで設計してたんで、あなるほどね、応用範囲が広いというか応用範囲が広い、まあそうですか、まあ、ラインのキャパシティをまあいろいろと広く取ってありますね、うん、結構今ここには持ってきてないけどハンギジャミは僕自身がしたオーダーもそうだけど、はい、ちょっと特化してますね。もともとシャキシャキのサウルがあるんで、いつも俺だけがその、はい、ハミジャミビーテスの説明してるので、今日はね、その技術者から説明してもハミジャミはどういうふうに作ったんですか。ハミジャミはですね、もうとにかく一番鋭く、うん、あのまあプラッキングスペシャルではあるんですけども、うん、そのプラッキングスペシャルにしてはちょっと張りが強いよね。ね、どんな状況でもアジャストできるようには作ってるんですよ。おう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 、シビアな状況でも、うんうん、要は。スパッとかけないとかからないようなあるあるありますよね。ビーテスラだったらかけ遅れてしまうかもしれない。あるそういうパターンがあるんですよ、うん。そこの瞬間でもわずかなエネルギーでスパッとかけれるようにっていうので、うん、あの針を出してるんですよ。なるほどなるほど、メバルでもやっぱショートバイトはありますから。あるあるある。マレーに近いけどあるよね。なんでかけに行けるスタイル、うん、で作ったのがハミジャミの方ですね。ほう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 。でもちろんパワーもガッツリとあるんで、うん、まあ、シャクメバルかけようが何だろうが、うん、とりあえず取れる差をっていうのが欲しかったんで、でビーテスラーみたいに曲がんないじゃん、はい、であれはそうなるとさっきビーテスで話をしてたそのガイドセッティングの考え方とか、はい、設定の仕方ってのはどういうふうに、あれは逆に曲げ込むためにバットガイドを少し近づけてますね。要はバットパワーを出したいがためにガイドを手前に出して、ガイドを近づけるとバットパワーが出やすいのか、ジギングロットがそうじゃないですか。ジギングロット、なるほど、ジギングロットめちゃくちゃ近いですよ、ね、はいはいはい、あれってバットパワーが一番出せるから、なるほど、なるほど、近い方がいいんです。でもそれやっちゃうと今度はジギングロットなんかの場合バーチカルの釣りなんで投げないからいいんですけど、投げることを考えちゃうと今度トラブルの元になっちゃうんで、うん、近づけすぎは元気なんです。ああ、なるほどなるほど。なんでテストしてる、まあ、リールが2004とかだったんで、うん、基本的にそれで、うん、そのトラブルが起きないことを前提に設けた一番近い距離ですね。ただ B テストと比べると例えば飛距離とかその面のうちは少しスポイルされてるけど、 そうですね、その分、そのやっぱり刹那のが反射であるとか、まあ、欠けの部分とか、あと何が、あと逆にウェイトがあるやつは、うん、あの投げやすいですね。あ、まあ、ハンジャミの方が、それは当然そうです、ね、やっぱパワーがあるんで。なるほどなるほど、あとはそうですね、まあこれはもう特に狙ってもいなかったんですけど、まあ、アジングロットとしてもかなり、そうね、俺全然メバルプラッキングロッドのつもりで頼んだんだけど、出来上がったハミジャーミって実は味にすごく向いてて、ですよ、
チューブラーなのに味がかけやすいっていう。チューブラーなのに味がかけやすいっていうは少ないよね。そうですね。なくはないけど、ほとんど見ねえよね。そうですね。もうそれは、うん、メバルのプランディングスタイルを突き詰めた結果、うん、出来上がった副産物。副産物なんだ。ぜひ試してほしいね。そうですね。アジングロットとしても完成度は高いので。でちょっと視点を変えて、はい、感度を相当考えて、さっきも言ったように、ね、俺よりも持ったのがずっと感度バカに近いから、あのこのさ、しなやかに曲がる B テスラですら、はい、えらく感度いいってあのテスラ連中がみんな、何これって言ってるの、これ本来さ、パッツンロットの方が感度いいじゃん、はい、こんなしなる竿でなぜ感度がいいのこの竿は。本来感度を殺すのは簡単なんですけど、殺すのは簡単要はブランクスが持てる感度っていうの、うん、最大限の感度っていうのがあるんですよ、はあ、それを殺さないように作ってるんですよ。これはそれってまだ秘密。そうですね、企業秘密のこと言っちゃうとまずいってくるんで、例えば中の素材だったり、ここの場所だったり。例えばさ、もう、はい、まあ、最もアジングロッドが一番傾注して今までロッドビルドしてきてるし、はい、超高弾性のブランクまで使ったりして、はい、一つはとことん感度を追求した時もあるだろうし、まあうね、軽さも追求したことがあるだろうけど、その辺から考えるとこれ超高弾性じゃないじゃん。そうですね、全然、うん、でやっぱり超高弾性の感度はいい。感度はいいですけど、うん、そんなに必要がないんで、このロットに関しては。ね、じゃあ、現実にアングラがアジのちっちゃなバイトとか吸い込みバイトとかイグイとかを手元に感じる感度を出すのに、はい、超高弾性、高弾性、中弾性ってあるじゃん、はい、これは高弾性と中弾性の間ぐらいだよね、はい、HM と IM のコンビネーションなんで、まあ、ハイブリッドなんで、ハイブリッドなんで、高弾性とも言えないけど中弾性ではないよっていう、まあ、そうですね、まあ一応バットの方は高弾性が入ってるんで、バットの方ね、でもいわゆるアジングロットなんかの、はいはい、もう感度重視で作った超高弾性のパッツンに比べたら、本来感度落ちなきゃならないのに、落ちない理由、落ちない理由、いや丸いの部分があるけど、ギリこう分かりやすい比喩か何かで、そうですね、リールシートの存在は大きいと思います。リールシートの存在は大きい、これデジーノの DRSS っていうリールなんですけど、うんうんうん、これはカーボン含有してる、はいはいはい、まあザイオンみたいな素材ですね。カーボンを含ませてる素材、普通のリルシートは何なの？これはナイロンです。ナイロン樹脂です。そうなんです。そうすると反響が違うんだ。反響が違いますね。カーボンのこっちに近い反響が出せる。普通ここってさ、リルシートって、はい、例えば富士山メーカーでいうと、の一番最も多く使われてるよね。そうですね。あれはカーボンじゃないの？カーボンじゃないです。あれナイロンなの？ナイロンです。なんでやっぱ採算性がいいから。採算性なの？でも採算性を言わないお客さんだっているんだから、カーボン素材作りゃいいじゃん。富士山はどうしても量産型のメーカーなんで作れないんですよ、作りたくても。そうなんだ。要は金型にそのままポッと流し込んで作れるのはやっぱプラスチックないで、これはデジノの神谷君がやっぱそこを感度追求して、あの人はトーナメンターなんで、カツロット作んなきゃ。そうです。でカーボンを含ませた反響感度の高い、はい、ですね。でしかもこのね、はい、面積が手のひらに当たる面積広い分、ブランクタッチなんかいらねえよっていう理論だったよね、確か。そうですね、ここまではね、はい、うん、しっかりとこう中で伝達できてるからですね。あとは秘密で喋れないらしいけど、アーバーアーバー、うん、アーバーもいろいろと考えてます。ここぐらいは言ってもいいんだろうけど、はい、あとリールシートつける位置、位置ですね。あれ大きかったね。大きかったですね。これ言えないんだよ、あんまり。俺どっかで言っちゃってんだけど、実は。あ、そうですか。ブランク一本に対してどこが、いや、美味しい場所っていうのがあるんです。美味しい場所。美味しい場所。で普通の釣り竿でそんなことまでやってる竿って量産品、市販品であるの？あるとは思いますよ。そこまでやってる人いるの？マジングロットだったらおそらくは。あ、今の時代は、やってます。なるほどね。ですね。マジングの世界よく知ってるから大体わかるわけね。そうです、ね。どこはそこまでやってんなみたいな。じゃあちょっとそのリールシートの件でもう一個だけ聞きたいんだけど、モッツさんが自分で好きにリールシートをいろんな素材で作ろうとした時に、一番いいと思える素材は何で作ったらいいの？カーボンモノコックですね。
カーボンモノコック。モノコック。最近カーボンモノコックの竿ってちょこちょこ聞くよね。竿というか、まあリードシート。まあ、あれはリードシートだけなんだよ。CI4 で。あれはもう結局、なんて言うんでしょう。樹脂がメインなんで、樹脂にカーボンを添加してる。うん、カーボンモノコックの場合は、釣り竿のこれと一緒なんですよ。一緒です。なんで、まあ樹脂量が限りなく少なくなる。カーボン、純粋なカーボンだけになるんで。あね、だからカーボンに近くなるんで、竿をそのまま握ってると一緒だよって、しかもここのところだけ太くしてあるから余計広がるよっていう。なんでカーボンモノコックのリールシートがやっぱ理想ではあります。細いまま握ったって感度悪いよね。ですね。ここでブワーッと太らせたら同じ素材で、そうです、そういうこと、そういうことです。はあ、なんであの釣り竿の素材だけで握って釣りしてもあの意外にないよね。ないです。なんで外形も重要です。スピーカーなんだ。スピーカーです。リールシートはリールシートはアンプでありスピーカーなんだ。ですです。ここを握ったって感度はないのですね。村田はじめさんが言ってたらしいよ、俺この間、うん、あのライブのお客さんが、うん、こ糸電話でここ握ったらもう聞こえないよ。ですです。ここで殺しちゃってんだ、はい、だからこれ感度殺しに行ってる作業なんだとか言って本当そうです。本当ですよ。ここが聞くならここで聞くんだから、なんでここ触るんだって、音聞くならここです。俺ショック受けたもん。だって昔こうやってたの、もう十何年やってないけどさ、ブランコタッチっていうのは一種の信仰ではありましたからね。ああ、もう信じたよ。でも十、もうブランコタッチなんて本当十四五年やってない、うん、途中で自分で気がついて意味ないな、うん、というのもブランコタッチじゃないとダメなリールシートってあったんですよ、やっぱメーカーさんの設計で、どうしてもここじゃ何も伝わらない、何にも分かんないのがあった、だからここ触ると何もが良かった。それが十五年前とかだよ、あったの。アジ釣り行ったら全く分かんない、加えてるのが。でもストレンジ持つと分かるんだよ、うん、あ、そうそう、アジングのこれ撮影する前にちょこちょっと聞いてたんだけど、これまあデジーノの DRSS じゃん、DRSS、アジングロッドを作ろうとした時に、はい、どのリールシートが形、まあ IPS ですね。 IPS ってどんなやつ。そうですね、ストレンジとか、ストレンジについてるやつ、あれと同じです。あれが一番いいの。あれが一番いいです。あれもカーボンモノコックにすればもっといいの。もっといいでしょうね、あれは。でもあれは EVA じゃん。はい、あれも全部コルクで作ったら。コルクはいいですよ、感度は。コルクの方が硬質なんで。EVA より絶対コルクが感度いいからね、硬い。もしくは硬質 EVA ですね。硬質、うん、はい、ただ、ベースの素材はプラスチックなんで。そこをカーボンで作りたいよなっていう。そこは作りたいですけど難しい。でも現状で、量産品を作ろうとした時は、はい、あの富士の EPS。IPS、 あ、いや IPS が一、はい、アジングに一番向いてる。そうですね。その理由はやっぱり太い、はい、密着する部分も大きいですね。それから内径は細いまんまで、うん、外径がピークが一番太くできるのが IPS なんですよ。まあこういう形状だから ね、握りやすいし、でバランス重心もいいですし、うん、で感度伝達の上でやっぱ一番感度を感じるのってここなんですよ。ここ手のひらの、おうおうおう、つまりここが太いと感度がよく伝わるんですね。なるほど、結局指先って寒いとかじかむじゃないですか。俺どうも一回何回握っても性に合わないあの、はい、スケルトンみたいなのがあるじゃん、あれどうしても性に合わないっていうかもう、あれは、うん、感度を求めるものではないかなとは僕は思います。大して感度も良くないような気がする。感度は求めないリールシートではあるんですね。、ま、周りに気を配ってはっきり言わないで、やろうと思えばできますけど、何のためのあの形なの。おしゃれですか。もう、まあ、いろいろ IPS ばっかりをもうみんな20年ぐらい見慣れてるから、おしゃれに見えなくなっちゃったんだね。まああると思いますね。でも初めて IPS 見た時めっちゃおしゃれだなと思ったのね、ちょうどストリングス作った頃だよね、IPS、 IPS そうですね、セパレートになって、俺プードルグリップとか呼んでた。そうなんです、プードル、プードルになってた、プードルの足みたいにこう、なってます。やっぱり未だに IPS か。IPS が一番いいですね。うちのビルダーの山本君も言うけど、よその某大手メーカーのトップビルダーさん同じこと言ってない？言ってます。言ってるよ。何社かは同じセリフを。俺が聞いてもそう言うんだよ。どこの誰とは言えない。君が聞いたのも。そうですね。
ボーってロッドメーカー、ロッドメーカーの鎌本の鎌本のトップビルダーのジャンガー、トップビルダーというか、まあ、うん、まあ、あ、もう神様みたいな人だメーカーに携わってるって人だ ね、お依頼さん、あんまり言うとバレちゃうんだ、バレちゃうんですね、もうやっぱり言ってたですね、アイピエス、アジン君に最も向いてる、そうですね、見直さないといけないね、もう一回、まあ、アジングに向いてるというよりは感度を一番引きやす出しやすいってことはアジングってことなの、肌に感度とかいらないからほぼ、がっつり握れた方がいいからですね、でパワースタイルになればなるほど、まあ、単純な話ストレートで太いやつとか、これなんかがもうその類だよ ですねストレート、まあ、あとはまあツララとかツララさんとか ね、うん、まあ、グリスさんとみたいな、あ、そうね、言いやすい、あれ DPS って言うんですね、 DPS だったね、あれのちょっと太めのやつ、ね、なるほどなるほど、実はあっちの感度いいんですよ、太くなればなるほど、世の中逆のイメージしてる人多くない、細くした細くした感度がいいみたいな、何もない方が感度いいみたいな、なんかそういうのもなくはない、しまいにはブラックでそのままリールをこうセロテープでこう貼り付けたやってみたら感度悪くなったって気がついた人とか、はい、ない方がいいように持ってるよね、みたいな DVC とか、なんで逆に今、うん、あのまあビルダーさんだったら、うん、トラウトロット の、うん、あの木製の、うん、あれ使ったら意外と感度出ます、木製のグリップ意外とすごいんですよ、リールシートとか、リールシート、リールシートというかもうグリップじゃない、グリップですね、ちょっと待ってよ、はい、ちょっと待っててよ、キーか、もう俺1本だけ持ってるんだけど、はい、これまあ、あのサンプルなんであんまりこうしっかり見せてないけど、今度はこうやって見せようか、はい、これで、木じゃん、これベートで大丈夫ですか、これベートでも何でもいいんだよ、大丈夫ですかね、これ、はい、ローズウッドのような、ローズウッドですね、うん、こういう、まあ、スピニングタイプっていうのがあるんですけど、うんうん、意外と感度が出るんですよ、なんで太いからですよ、太いから硬いからとかじゃなくて、はい、木だから特有なものがあるとか、実は DPS でもよく響くんです、木だってあの霧の木だったら響かないです、響かないです、スカスカだから、スカスカなんで、それより、シタンとか黒炭とか、はい、買ってやつ、カシとかやつはだったら環境がいい、いいですね、なるほど、これは魚によっては変わるんですけど、メバルとかイカパンチはよく、ちょっと待って、魚によって変わる、そうです、何が、結局歯ってあるじゃないですか、うん、歯がない魚と歯がある魚ってあるじゃないですか、うんうん、それによって感度って変わってくるんです、もっと具体的に、なんでまあ、いや例えばその木の話からその話になったんだけど、はい、木の話だったら歯のある魚、噛みつき系のさ、まあ吸い込みもあるけど、歯のある魚の感度が、はい、木の方が、木の方が得やすい、よく詰まってる木の方がいいですね、えだ歯がない、例えばアジだったら、はい、あんま変わんないってこと、まあもう IPS とかで中身をちょっと工夫してそれで十分、十分です、でも歯がある魚をビンビン来るように竿を作ろうと思ったら、はい、ウッドの方が意外だったり、ハンドル、リールシート意外と合いますよ、あ、そう、イカパンチとか結構伝わりますよ、イカパンチが伝わる、イカパンチは気が伝わります、じゃあインクスでエギムロットをあのウッドで作ろうかあるかもしれないですね、量産効かねえんだよね、そうなんですよね、ウッド高いんです、これほあの印刷じゃないからね、そうですね、これ本物だね。こんなん量産できるのかな大変だろうね、量産はできるでしょうけどコストが、ここだけでですね、まあ、1万円とかあるかもしれないですね、あとはもう言えない部分が多いですね、言えない部分が多いから、そうですか、ね、すみません、よしということで山本君電話分かりました、ありがとうございます。あの、はい、なかなか竿もね、まあ、ざっくりだけど、ざっくりでしたけど、非常に、参考になる話を聞かせてもらって、皆さんもね、お役に立てたかと思います。また来た時に、また竿だけじゃなくて、いろんなものづくりのね、はいはい、へえ、そんなことあるんだみたいな話を、ぜひぜひよろしく。そうですね。はい。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ということで、今日は、またね。ありがとうございました。は